い、どうもホワイトタイガーです。今回はですね、ヤマハのボックスという原付バイクになります。 50cc のバイクですね。こちらのエンジンが始動できないということで入庫しました。ちょっとですね、キーをオンにしてみましょう。いきますよ。はい、オフ、オン、オフ、はい。オンにしてもですね、全くこのインジケーターランプがですね、つきません。ちょっとですね、バッテリーの具合を見てみましょう。はい、ヤマハのボックスはですね、シートの下の前側のこのカバー、ネジ2つを外したところにですね、このようについております。ちょっと電圧を見てみましょうね。はい、それではですね、バッテリーの電圧見ていきましょう。よいしょ。はい、12.89V ということはですね、バッテリーは正常ということがこれでわかります。ですので、エンジンがかからない、インジケーターのですね、チェックランプが点灯しておりませんので、こちらの原因はですね、バッテリーの電圧不足ではないということがわかりました。はい、チェックランプ等がですね、点灯しない、原因としてですね、単純に、バッテリーの電気がですね、メインの方に行っていない可能性というのがあります。で、ヤマハボックスの場合はですね、この横に、15Aのですね、ヒューズがあります。これがメインのヒューズになってきます。ちょっとですね、このヒューズが切れていないか確認してみましょう。はい、メインヒューズを外してみました。15Aですね。はい、このヒューズが見えるかな、パッツリと切れております。はい、で、先ほどですね、新品のヒューズをつけてですね、イグニッションオンにしたところですね、オンにした途端パツンと切れました。いくよ。この結果ですね、どういうことが起こっているかというと、おそらくなんですけれども、この先にあるコンピューター、CDI なんですけれども、その CDI に不具合があって、逆流しているんじゃないのかなと。過電流というかですね、15A以上の電気がドンと流れているんじゃないかなと思います。ちょっとですね、 CDI はぐってみましょう。はい、バッテリーのですね、上部のカバーを外すと、このように CDI が見えてきます。コンピューターですね。はい、こちらをですね、ちょっと外して、よく裏面焼けてないかですね、ちょっと見てみましょうね。焼けもなく溶解している跡もありませんので、どうもですね、この CDI が原因というわけではなさそうですね。はい、で、これがですね、原因でなければ、どこか他にですね、原因があると思います。15Aがですね、一瞬で、パチッて切れるぐらいですので、おそらくどこかのショートが考えられると思います。ちょっとバラしていきましょう。はい、ですね、エンジンのところちょっとずらずらずらとバラしてみました。でですね、ちょっと自分が気になったのはこれですね。こちらの配線がここにやってきています。実はですね、こちらの車両を後ろにですね、ボックスが乗っています。で、ここにですね、端子が見えるんですけれども、このボックスがですね、こちら、はい、で、ボックスのところにですね、こうやってテールランプ、これ LED かな、はい、がついております。ですので、ブレーキを踏むとですね、これが光ると、ブレーキと連動しているといった形になります。でですね、このボックスのステーですね、の配線がここから出てきているんですけれども、ここのですね、根元を見てみると、はい、見えますかね。もう配線のですね、ビニールが、めくれて、中で、もうごちゃごちゃごちゃってなってます。これ配線ショートしていますね。おそらくなんですけれども、この、シートをですね、開けるたんびに、ここの、バリというか、ここのところでですね、配線がこうぐちゅっと潰されて、
配線が、まあ、剥き出しになってしまってショートしてしまった、当たってしまっている、はい、これがですねおそらく原因なんじゃないかなと思います。見えないな、ちょっと見えるかな、はい、ブレーキランプとですねこうやって結合されていますので、ちょっとですね、このブレーキ、後ろの入っているブレーキのカプラーを外してですね、エンジンをちょっとかけてみたいなと思います。CDI つなぎました。15アンペアの新しいフューズも入れました。これでですねオンしてみると、ここインジケーター光ると思います。はい、光りましたね。ウィーンもいってます。ちょっとこれでエンジンかけてみましょう。まあ、原因がですね、こいつだということが分かりました。で、まあ、ユーザーさんに確認したところですね、テールランプですね、はい、こちらはですねもう点灯しなくてもいいということでしたので、この配線をですね、まあ、ぶった切って、まあ、どこかですね絶縁させて、はめてみようと思います。はい、配線のですね、修正が完了しました。これでですね、あとは外装を組み上げていけば OK だと思います。はい、外装部品ですね取り付けました。それではですね最終的な確認していきましょう。キーオン、チェックランプ点灯、消灯からのエンジンスタートですね。はい、ちゃんと加速もしております。大丈夫ですね。はい、今回ですねヤマハのボックス、原付バイクになりますね、こちらのエンジンがかからないといったトラブルの修理をやってみました。ありがとうございました。